ジョバンニ・ニベルシェは、イタリアのイタリア統一運動時代の詩人。作家、翻訳家、政治家、愛国者、革命家である。イタリア統一運動の初期に活躍し、ロマン主義の文学雑誌、コンチリア・トーレの創刊に携わった。ジョバンニ・ニベルシェは1783年12月23日のミラノに生まれた。父親フェデリコは、フランス出身の繊維商人で、 序盤には8人兄弟の長男であった。翻訳者、ついで作家としてのキャリアを開始したベルセは、ドイツやイギリス、フランスなどで流行しつつあったロマン主義に、イタリアで最も早く見入られ、1816年に出版したクリソストモから、息子への半分真面目な手紙は、イタリアにおけるロマン主義文学の開幕を告げる、ものであった。また、同時期には、 オーストリア帝国発刊の文学雑誌、ビブリオ帝海イイコールイタリアーナの執筆者の一人でもあった。しかしビブリオ帝海イイコールイタリアーナ氏では、オーストリア帝国が重視する古典主義とイタリアに流入してきたロマン主義とで対立が発生し、ベルシェはシルビオ・ベリコなどともに同志を脱退。起業家、ルイージ・ポロ・ランベルテン・ギア・フェデラーティの黒幕・フェデリーコ。 コンファロニエリの資金援助を受けて、ペッリコと共に、ロマン主義文学雑誌、コンチリアトーレを創刊し、自身もまた執筆者の一人となった。コンチリアトーレ氏は、その後弾圧されたが、ベルシェ自身は1820年に、カルボナリに入党するなど、愛国的活動をさらに活発化させていった。1821年には、 ピエモンテ革命に触発されて、ロンバルドベネト王国各地で小規模な放棄、騒乱が発生したがウェルシェはそれに参加し、その後は逮捕と死刑判決を恐れて、パリついで、ロンドン最終的に、ベルギーへの亡命を余儀なくされた。亡命先のベルギーでは、詩人として活躍。1845年にはイタリアに戻り、1848年には、 主導的役割にはつけなかったもののミラノの5日間にも参加した。第1次イタリア独立戦争の敗戦後はサルデーニャ王国トリノへと渡ってサルデーニャ王国会議会の議員を務めた。1851年12月23日、トリノにて死去。ありがとうございます。